トラック競技ご注目いただきます。女子 800m 競走の決勝であります。出場選手を連日紹介いたします。第2レーン、長屋貴理子さん、岩田南高校静岡。第3レーン、井内月乃さん、名城大附属高校愛知。第4レーン、内山成美さん、東京学芸大学長野。第5レーン、時下彩音さん、志賀館高校愛知。第6レーンを開けまして、第7レーン、長屋美月さん、中京大中京高校愛知。第8レーン、竹内真理子さん、中京大学愛知。第9レーン、吉川祐希さん、愛知教育大学愛知。以上7名の出場によりまして、女子 800m 競走決勝であります。スタートしましたのは女子 800m 競走の決勝であります。予選のタイムでは中京大中京高校の長屋さんが2分13秒42でトップであります。志賀館高校の時下さんあたりを先頭に 400m が69秒。残り 150m。 さあ直線勝負になってまいりまして、先頭争いは4レーンは内山さん、そして5レーン徳下さん。先頭志賀館高校は1、徳下さん。800m 競走決勝の結果、1着93番時下彩音さん、志賀館高校愛知、時間2分13秒81。2着883番内山成美さん、東京学芸大学長野、2分14秒27。3着5番吉川祐希さん、愛知教育大学愛知、2分14秒82。4着149番長屋美月さん、中京大中京高校愛知、2分14秒85。5着176番井内月乃さん、名城大附属高校愛知、2分17秒24。6着136番竹内真理子さん、中京大学愛知、2分20秒97。7着512番中屋貴理子さん、岩田南高校静岡、2分22秒66。以上でした。
1位から3位に入賞した選手表彰ございますので表彰席にお集まりください。4位から7位の選手につきましては賞状がありますので TIC の方までお願いいたします。